どうもショータイムゴルフです。今回はですね、ドライバーでダウンブローで打つのとアッパーブローで打つのどんぐらい飛距離に差が出るのか検証していきたいと思います。では行っていきましょう。まずアッパーブローからいきます。キャリーとトータルこんな感じです。そのショットっていうのがスピンが1390 42.3 ヤードです。さっきと同じくらいの 50.4 でトータルとキャリーが300ヤード、272ヤード、ここが1770、高さが 24.9 4.2 ヤード。パーブローとダウンローで打ってみた結果、アッパーブローの方がキャリー20ヤード近く上回って、トータルも13ヤード上回ってました。で、スピンも低スピンでアッパーブローので球も高くていい感じになりました。でダウンブローだと球も低くてスピンも多めであまり飛距離が出ないという結果になりました。この動画がいいと思ったら高評価、また動画を見たいと思ったらチャンネル登録お願いします。